そのテクノに混ぜてナウシカのテーマをかけたんですよ。ドツ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 ラン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 とラン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 。そしたらめちゃくちゃ決まってきて、みんなうわーだって手挙げてうわーだってから、あ、コンチキのドってこういうことか。話を聞くのはマネージャーが取りに行ってるんじゃない。ただうちはマネージャーとかね、会社が手抜きたいかが知らんけど、ケチなのにバイク便で来てたけど、今考えたらバイク便代ギャラから引かれてるような可能性あります。今日来るときにこう名前を見てめちゃくちゃ S っぽい名前だなと思ってあのウィキペディア見たら S で爆笑しましたね。トミーじゃないんですけれども、はい、あのレオっていうのがもともと、私が男の子で生まれてたらあのお母さんがつけようと思っていた名前で、一はこれではないんですけど、もうだってこの隠し風にしないでしょそうですね。ちなみに親がレオってつけようとしたのは西武ファンかなんかですか。ライオンではないですか。ではないです。ないんですか。ないです、ないです。出身は？出身は埼玉です。やっぱりそうやライオンズよ。やっぱりそうやねライオンズ。今年とうとう R1 YouTuber が出てきましたからね。マジ？ほんで予選 YouTuber を見たさに朝からぎっしりで、俺ら YouTuber 知らんけど、そのお母さんにすごいのが来るらしいよって、ほんまかって名前聞いても分かれへんや。でうちの相方がほんまな、そんなにすごいやつなんかや、 Twitter どれぐらい前フォローされてんねん言うたら、うわーとうちの相方98万円すごいっすね。フリーザさんの戦闘力みたいなね。ほんま振りやがって、あいつの戦闘力5000やから若いっていいですけどね、これからですもんね。22です。うわー、はい、何年目か、今年33年目やから、もう生まれてないもんね。俺が11年目の時に生まれねえもんね。ご愁傷様だって娘でもおかしくないですもんね。もう完全に娘でもおかしくないですよ。だって49から20、27の時の声も全然お父さんっぽいでしょ。お父さんっぽい。お父さんっぽくはない。こいつ今こいつ何言ってんのかな。家に帰って何時だと思ってんだ。プリキュア終わっただろう。朝帰ってきてる。そいつ朝帰ってきてる。しかも土曜日から